ル・マエストロプレゼンツヨーロッパライブラリー。皆さんこんにちは、ル・マエストロの林でございます。イタリアのフィレンツェは5月に入り、新緑がとても美しい季節になってまいりました。少しずつですが、イタリアも観光再開に向けて前進し始めてきておりますので、引き続きロンバルディア州の世界遺産についてお届けしたいと思います。前回4つの世界遺産をご紹介させていただきました。全部で11ありますが、今日も4つほどご紹介させていただきます。まずはですね、2008年、マントヴァとサッビオネータが世界遺産に登録されました。マントヴァはですね、エミリア・ロマーニャとの境にほど近い町で、ルネッサンス時代に栄華を極めたゴンザガ家にゆかりのある町です。このゴンザカ家は川の水をわざわざですね、遠くから引いてきまして、それをせき止め、人工的に湖を作り、その湖の中にマントヴァという町を作ります。ですので、湖に、ね、映るマントヴァが、ね、とっても優雅なんですよね。16世紀後半には、そのマントヴァから30キロ離れた土地の城壁を星形に囲んで町を作り、理想の町、サビオネータが完成いたしました。続いてご紹介させていただきますのは、2008年にスイスとイタリアで共同登録されましたレーティッシュ鉄道アルブラ線、ベルニナ線と周辺の景観です。ベルニナ急行という電車をご存知でしょうか。こちらはイタリアソンドリオ県ティラーノからスイスのクーロを結ぶ登山鉄道で、途中サモリッツを経由していく真っ赤な車体が美しい電車です。続いてご紹介させていただきますのは、2010年スイスとの国境にある山サンジョルジョ山です。太古に遡る三畳紀、三畳紀とは2億4500万年前から2億3000万年前の他に例を見ない貴重な魚類化石が発掘されており、スイス側は2003年に、イタリア側は2010年に世界遺産に登録されました。最後にご紹介させていただきますのは、2011年に登録されましたイタリアのロンゴバルド族建世の足跡です。ロンゴバルド王国、これはイタリア語呼びらしいんですが、ランゴバルド王国とも言われています。568年にゲルマン系ロンゴバルト族により建国され、6世紀から8世紀にかけてイタリア半島を広く統治し、独特の文化を発展させました。774年カール大帝により滅ぼされるまでのロンゴバルド王国の重要な足跡を示す7地域の要塞、教会、修道院などの建物が2011年に世界遺産として登録されました。ロンバルディア州ではブレッシャーにあるサン・サルバトーレ・サンタ・ジュリア修道院、そしてバレーゼにありますカステル・セプリオ・トルバが登録されております。2008年から2011年にかけて登録された4つの世界遺産をご紹介させていただきました。最後の残り3つですね、また次回にご紹介させていただきたいと思います。それでは皆さん、素敵な5月をお過ごしください。ごきげんよう。